ラーテル不評戦闘車は、南アフリカ製の不評戦闘車であり、各種の派生型が存在する。ラーテルの名称は、アフリカに生息するラーテルにちなんで命名された。南アフリカ国防軍は、ラーテルの前任として、イギリス製のサラセン装甲兵員輸送車や、フランス製のアマル装甲車を使用していたが、アパルトヘイト政策に対する非難が高まったために、 イギリスやフランスは南アフリカへの武器禁輸政策を取るようになり、南アフリカは戦力の維持と近代化のために独自に各種兵器を設計開発する必要に迫られた。ラーテルは以上の背景により1968年に設計が開始され、多くの既存の車両を参考にしながら開発を進め、ベルギー製のシブマス装甲車に類似した形状の 車体が1974年に完成し、量産が始まった。南アフリカでは、現在進められている軍の近代化計画に伴い、ラーテルは、フィンランドのパトリアーム部を、デネルランドシステムズ社が、ライセンス生産したバジャーに更新されて退役する、予定である。一般的な不評戦闘車がキャタピラを利用する、早期式であるのに対して、ラーテルは、 ゴムタイヤを装着した6輪式の送輪装甲車である。南アフリカ軍が主な作戦行動を行っていた南アフリカ本土やナミビア、アンゴラ、モザンビークなどは地形が比較的平坦でベトナムのジャングルのような泥沼も存在しないため、南アフリカ軍は無理に早期式を採用する必要を認めず、整備、維持コストが安価で、 長距離自走が可能な送輪式を採用した。エンジンは車体後部に配置され、後部の兵員出入り口を確保するために左側にずらして設置されている。運転席も車体の左右軸から見てちょうど真ん中に設置され、前方と左右両方の防弾ガラスを覆う装甲板も設置されている。南アフリカ軍では1974年に初めて実戦投入され、 1993年のアパルトヘイト政策廃止までアンゴラ侵攻やナミビアのスワポ相当作戦に従事した輸出先のモロッコでも西サハラにおけるポリサリを戦線相当作戦に参加した可能性があるラーテル20基本型 20mm 機関砲を装備ラーテル60アマル60のライセンス生産車両であるエランド装甲車の砲塔を搭載したタイプ 主武装は、アマル60と同じ 60mm 個装、式迫撃砲、乗員数は、ラーテル20と同じ、ラーテル81砲塔を撤去し、車体内部の兵員区画に 81mm 迫撃砲を搭載した、自走迫撃砲、ラーテル90ラーテル90アマル90の砲塔を、搭載した派生型で、90mm 砲を搭載、火力支援を主任務とする。 上院は5名、兵員7名。ポーランドズゴティ3対戦車ミサイル3連装発射機を搭載した。ラーテルポーランドズゴティ3戦車駆逐車。ラーテルポーランドズゴティ3砲塔部分に、ポーランドズゴティ3スイフトレーザー。誘導式対戦車ミサイルの3連装ランチャーを搭載した戦車駆逐車。車体内部には予備のミサイルを格納。ラーテルコマンド式統制車。 砲塔 22.7mm 重機関銃を搭載、ラーテルメンテナンスや線整備用の車両、ラーテルロジスティックス 8X8 式の輸送用車両、量産されず、ありがとうございます。